はようございます。桜の木のびのび、さくらんぼ、ありがとうございます。なんか実なってるね。なんか白いパーって花が咲くやつ。何かは分からんまます。なんか複雑に絡み合ってねえか。編み込んでる。ね。編み込んでるね。強いな。すごいね。おはようございます。何の畝を作ってるんですか？次の何か植えるやつ？何を植えるかな。まだ計画中。まだこの先わからない。え、これは？これは？そこにはネギを移植する予定。あ、すごいね。ネギ年に3回ぐらい、年に3回ぐらい植え替えとるんや。ネギ2回やな。斜めになってるか。え？そんなことないよ。うん、まっすぐ。
ちょうどいいつなぎにはなった。ちょっと手間の分考えるとちょっと高いキュウリになったけど、ちょっとね、人件費がね、うん、こんな網を見ないとしちゃった。後が大変じゃないですか。結構いい時期に肌荷にやられちゃったから、うん、あれがなかったらもうちょっと取れたかもしれない。もあるやんか、あの、うんうん、中に繊維が入ってるよね、うん、あれはすごいね、うん、閉まるとグッと閉まるし、取るとき簡単に取れるし、取れるんや、うん、作ればいいんだよ。そうそうそう、なんか硬い分なんかすぐ隙間ができて、さすが園芸用。そうそうそう、こっちの方がね、でも畑に残ったらきっと自然分解。まあね、他の時は簡単だけどそれを使おうと思ってるので、ちょっと簡単にやるかな。確かに切ってないもんね。めんどくさいな、これ。あとですよ。ちょっと小さいか、でもいつものが見当たらんかったね。我が旗スペシャル、ま、たまた西日お願いしてるね。我が旗スペシャル、ピーマンの肉詰めとナス、ツナ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 ナ